てこんな大にこんなに使ってしまったんだよ。9000円しかないんだけど。いや久しぶりだよ。現金をお届けください。ご利用いただき、皆様おはようございます。僕はいつもよりも凛々しい顔をしていると思いませんか。現在の時刻は10時なのであればすぐホールの中に入るべきであろうが、だがしかし今日は競争率が低いあいつとの勝負なので全然慌てなくてもいい。あいつを待たせていることになってるかもしれないが、それはいい、待たせておけ。こちらのウォーミングアップが重要だから。そう、もうお気づきだろうか。今日という日はあの13万円負けた高須クリニックという台をしばく日に、しばくための日であるんだ。ああ、この車中泊生活が始まったのも唯一その男の13万円負けというあの悲劇の日から始まっている。全てにおいてこの日のために僕は準備をしてきた。髪を切らない、穴開きのクロックス、車中泊生活、全てにおいて自分のパフォーマンスを高めるため、自分の能力を上位互換と化するために試練を乗り越えてきたんだよ。ああ、今となっては髪の毛は伸び、防御力は増え、穴開きのクロックスから本物の分厚いクロックスになり防御力が増え、そして車中泊生活という名の過酷な試練を乗り越えた後に生まれたこの脂肪たち、1ヶ月半で4キロ増えた。全てにおいて超上位互換となったんだよ。そう、それには37万円いや50万円という名の重課金をしてしまったがゆえに、こんな悲惨な生活を送ることになっているが、だがしかしボスを倒した時の報酬はでかい。全てを取り返せる。だからこそよ、何にも怖くなかったよ。ああ、リゼロで負けた時イライラはしたよ。体調不良にもなった、意識も飛んだ。だけれども今ここにいるということは、全ての経験が全て能力値と化して変わるんだ。だから見届けよ、今日から始まるぞ、タカスとのデスマッチが。楽しみだな。行くぜ。さあ行こうか、ラスボスを倒しに。どうだい、シックスパックの調子は。シックスパックの調子はどうだい。ここから始まろう、二人でどっちが強いか決めようじゃないか。行くぜ。突撃せよ。支援するぞ、支援するぞ。
回転、23回転、投資は22,500円、当たった。1/2を引くだけ、そんな4回連続スルーするわけないよな、そう簡単にな。継続率は 93% だからな。いきます。金は確定、金は確、よし。俺は鍛えてきたんだ、なめんなよ。早いっておかしいでしょ。なんで8分の1をそんなに痛めてた。危ねえ。
デスマッチ。どちらかが終まで戦い続ける。もちろん続行だ。どっちの体力が先になくなるかな。このベストをどうすんだよ。もう少し時間が欲しいな。そんな悠長なこと言ってたらすぐに売れちゃうぜ。お金欲しがってるやつがこんなにいるんだから。そこをなんとかするのが君の仕事だろ。バカ言っちゃいけない。これはビジネスだ。高須、お前はいくら出すんだ。高級ベストを競り落とせ。10億。70連させよう。1万発使ってんだぞ。70連だ。
年だって。まだお前4年ぐらいしかしてないって。セレブリティーチャンス戻すよ。絶対に戻すよ。バカスが待ってるといいな。来い。待ちって言ってんの。
Thank you.
耐久デスマッチ、こんなもんじゃ終わらないからな。今日は俺の勝ちだ。高須、震えて眠れ。これは僕の勝利だ。高須、見たか、これが俺の力だ。お前が何かしている間に俺は強くなったんだ。防具も身につけた。そして重課金廃金者になって俺は天下を手に入れるんだ。見ろよこの靴、お前は持ってねえだろ。でも俺は持ってるんだよ。これはデスマッチ、まだまだ続くぞ。見とけ高須。From Tokyo.